やばい。なんかなぜか母から電話がかかってきたんで、ちょっと出ます。なんだろう、こんな時間に。もしもし。今何してるの？え？仕事の休憩だけど。いや、え、だって会社もう出る手前だったからさ、全然時間経ってなくない？いや、え、だから会社もう出るとこだったんだって。君に聞いたんだけど、ヒロ君今ホームレスなの？え？そんなわけねえじゃん。てか、その呼び方やめてくんない？なんで？いや、聞こえるじゃん。って聞こえんのよ。いや、先輩が聞いてるかもしれないし。まあ、それはいいんだけど、今仕事してんの？え？知ってるよ。だって今も休憩中だからさ。勝者？え、そうだよ。認知症？でも、スッ君がヒロちゃんのホームレスで今ヤバいって言ってたけど、しかも借金があるとか大丈夫って言われたんだけど、あんた借金してんの？やめてよね、シャル君、絶対借金なんて。いや、大丈夫だって。それなんかノリでなんかツイッターでやっただけだから。何してんの？いや、あ、ごめん、時間だから切るわ。ちょっと待って、休憩終わりだから。ちょっとまた電話するわ。はいはい。というわけで、母から謎の電話が来ました。僕のリア友さん、僕の母にブログとか YouTube の内容言わないでください。僕に借金があるって言わないでください。お願いしますから。なんか聞きつけた的な感じだって、今の感じだと。ちょっとやめてください、マジで。リア友に YouTube とか公開しましたけど、いや、ブログにも言わないでって書いてあるからさ、ちょっとそれは伏せてもらうようにお願いしたいです。まあ、なんかもうバレてそうだけどね、ぶっちゃけ友達が言ってんなら。だって借金あるよ、ホームレスあるよってさ、え、じゃあ、え、なんでそんなん知ってんのってなって、 YouTube やってるじゃんとか、なんか文字で書いてたよとか言ったら、そんなバレるよね。ワンチャンあるよね。なんか狭い田舎だから結構情報が早いんでね、回るのが。だからワンチャンこの動画を見てる可能性があるっていうね。声もざかけてるけど今。おー、めんどくさいな、本当に。どうしよう。お願いします、地元の方たちにお願いしますけど、僕の母親とか家族に余分なことは言わないでください。結構ね、うち厳しい家庭なので、意外と僕こんなんですけど、家庭は厳しいので、借金もめちゃくちゃ怒られますし、仕事してないのもバレたらかなり怒られるんで、そう、本当にお願いします。はい、というわけで、まあ、なんかこんなね、朝っぱらから今何時10時34分からこんなね時間に電話が来るっておかしいんで、ちょっと急遽動画撮ったんですけど、まあ、母親にホームレス借金がバレてるかもしれないっていう動画でした。はい、というわけで、本当に地元の面の皆さん、よろしくお願いします。で、なかなか借金とかね、親とかに言えないと思うんですけど、まあ
まともにお金が稼げるようになったらだんだんとカミングアウトしてって、うん、親の反応とか撮る動画とかも撮れたらいいなと思ってるんですけど、ちょっとまだまだこの状態なんでやめてください、マジで。はい、というわけで以上、まあ、何の動画でもないですけど、今回は僕が母親に借金バレたっていう動画でした。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。このチャンネルでは基本的にお金とか節約とか、あとはお金を稼ぐ方法とか、あと自己投資の方法を発信しています。借金を返していく様子も発信していくので、ぜひ気になる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。というわけでバイバイ。でもこの恋のせいでバレたからね。